それでは FF7 続きやっていこうと思います。では今回はね、なんか5番のゴールだっけ、それを破壊しに行くのかなということで、まあ、それより前にね、ちょっとなんか武器屋に寄ってくれって言われてるので、そこから行こうかなと思うんですけれども、あんな子でもいなくなってみるとね、なんだか落ち着かなくて不思議なものね。息子はもう旅立ちましたかな。こうして館内と私二人きりになってみると、いやー、寂しいものですな。トイレ、え、武器屋ってどこだろう。2階って言ってたけど、ジョニーのやつ行っちまった。なんだか急に張り合いなくなっちゃったよ。俺って自分で言うのもなんだけど、酒飲んでないと寂しがり屋さんなわけよ。なるほど。話を聞いてくれる人がいないと情報集めても仕方ないのよね。そうだ、あなた興味ない男さん、今度きっとあなたでも興味なくすごい情報集めておくから楽しみじゃない。興味ない男。興味ないね。武器屋はどこだべか。2階って言ってたよね。でもここはさ、右下の建物っぽいんだけどな。でもなんか登り方が分かんないんだよ、登り方が。あ、なんだ、ここ入れんじゃん。あ、ここだ。おっさん、しけたずらしてんな。もしかして疲れてんじゃないの。家の3階休ませてあげてもいいけど、それには一つ条件があるぜ。この間に小遣いくれるなら。じゃあ1ギル。この話はなかった。じゃあ10ギル。しめしめ。部屋は自由に使ってくれ。あ、まあ言うて回復してあったんですけれどもね。おっさんって失礼だよな。まだお兄さんだろうがって。買わねえとどんな目に遭うか想像してみりゃ分かるよな。あ、うん、アイアンバングル、アサルトガン、手榴弾。防御みんな上がるのか。まあお金あるし3つ買ってもいいかもな。よし、武器屋ちょっと装備していこう。アイアン、アイアン、アイアン、オッケー。ティファかわいいな。なんかちょっとなんかランネちゃんっぽい感じがする。お、セルフルがぴょんぴょんしてんじゃん。毎度おなじみ初心者の館だよ。あんたが素人だってか。その目はそうじゃないって言ってるぜ。元ソルジャーを舐めるのはどれだけ物知りか教えてやる。しかも無料でだ。さすがクラウドさん。あ、でもいいかな。私は習うより慣れろだから。噂のセーブポイント。セーブポイントではテントを使って休むこと、セーブすることができちゃいます。本当はもう一つあるんだけど、今は秘密。あ、今は秘密。楽しみに待っててね。もし全滅してもセーブしておけばその場所から復活することができちゃうの。これの安心で全滅できるわよね。ちょっと先の話になるけど、ミッドガルを出ることになったら地平線まで広がるワールドマップで好きなだけセーブすることができるの。その時が来たら思い出してね。ちょっと喋ったんだけど、セーブポイント、セーブポイントでございます。旅先、行き先、行き先、先々でお目にかかることと思いますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。お、宝箱くんじゃん。俺様をしっかりと探してくれよ。はーい、はい。メニューを開いて、じゃあちょっとセーブしようかな。ごめんなさい、ちょっと予定があるので一回切ります、ここで。はい。はい、では続きやっていきましょうかね。よし。もう一つあるんだけど、これほんと気になるよな。ミッドガルを出ることになった地平線まで。あ、そうそう、これはなんか前回聞きましたね。あ、やばい、あ、またまたやっちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。よいしょ。これなんかテキストがさ、なんか虹色になるのすごい可愛くない。物知り元ソルジャーさん、バトーのこと俺たち3人組教えてください。報酬弾みますから。お前たちから金を取るほど落ちぶれちゃいない。暇つぶしに付き合ってやる。金取ろうぜ。お、アクティブタイムバトーについて、飛び出す数字について、逃げるについて、
取り出す数字って何？白がダメージ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。全滅したくなければ注意することだな。あ、さあ私、防御って見つからなかったんだけど、防御できるのかな？チェンジのコマンドで戦闘体系の前例、前列効率を入れ替えられる。効率にすると受けるダメージは減るが攻撃力も減る。チェンジは戦闘コマンドを選ぶときに、左ね。同じく戦闘コマンドを選ぶときに右を押すと防御、防御のコマンドを選ぶと次のコマンド入力までの間ダメージを半分にすることができる。手強い相手には無理せず防御することが必要。無論俺には関係ないことだがな。かっこいい。クラウドさんついてきます。かっこいい。ちょっともう一回これ見ていい？チェンジのコマンドにあるの防御って。チェンジのコマンドを押して右押すと防御ね。何気大事だからな、防御。まあ、なんか、余計な一言が面白いよね。属性について。はいはい。有利に戦闘を進めるためには不可欠だが、属性を気に入って戦えるようになれば、もう立派な中級者と呼べるな。代表的なものの一例は一例をまとめといてやる。あくまでも一例だ。鵜呑みにするな。かっこいい。まあ、なんか、クラウド口調で説明してくれるの超いいわ。相反する属性を攻撃に使用することで大きな効果を得られる。また同じ属性なら防御の効率が上がる。だが逆もまた真なり、気をつけることだな。敵の持っている属性を見抜くためには見破ることが必要だ。マテリアを手に入れたら使ってみてください。あ、ライブラーじゃないの？見破るになるの？もう暇つぶしは終わりだ。感謝しろよなって。この子供は体重計でー、そこで我慢だ。お前のリミットゲージは溜まり始めている。ピエーン。よし、リミットゲージはいっぱいだ。遠慮はいらない。リミット技で勝負だ。はっ。よし、今は女が男を打ち負かす時代や。上出来だ。クラウドさん、じゃあ行きますかね。この人話しかけましたっけ。あ、全体化のマテリア。お、早速手に入れましたね。今のはマテリアですよ。今度はこの宝箱をどうぞ。あ、ありがとう。ポーションかな。あ、エーテル、やった。 MP 回復。え、この人なんだっけ。元ソルジャーを舐めるな。あ、じゃあこれでいいか。ちょっと待って、マテリアの高度な使い方って何？チュートリアル。新しいマテリアを見つけた。まずメニューで確認。はいはい。マテリアの中にはちょっと変わったものがある。うん、これもその一つ。全体化のマテリア。これは単独で装着しても何も起こらない。ほう。ちょっと高度だが、この使い方を説明する。俺の武器に注目。二つ穴があるが、よく見てみろ。穴と穴がつながれて連絡は、あ、本当だね、真ん中ね。この連結穴を入れるのがポイントは、なんかコンタクトのケースみたいやな。コンタクトの。マテリア同士が影響し合い強化される。ほぉ。これが繋がった穴でないと効果は出ない。なんだ。試し全体化を一方の穴に。イカズチをもう一方の穴に入れる。はい。サンダーを敵全体、あ、これ超いいじゃん。ただし一回の戦闘での全体化数。の、おぉ、お前が。他の組み合わせもいろいろあるぞ。回復と全体化で、あー、キャラが味方全体にかけられる。あ、いいじゃん。意味のない組み合わせもたくさんあるがな。例えば回復とイカズチ。サンダーとキャラは普通に使えるが、マテリア同士は影響し合わない。全体化のような特別なマテリアは何でも支援マテリアというらしいが、マテリアの色を見れば区別できる。うん、グレーっぽいね。話は変わるが、マテリアはそれ自身成長する。穴を入れ替えても他の味方が使ってもマテリア自身が戦闘のたび成長する。私さ、メダロット好きなんですけど、メダロットにもなんかメダリアっていう要素があるんですよ。それ絶対FF7 から取ったっしょって思った。今レベルが上がればより強力な魔法が使えたり、マテリアの効果が強くなったりするらしい。さらにマテリアがマスターレベルになった時、子供を産むかのように分かれて増えると。面白いね。マテリア、マテリアが増えすぎて持ちきれない時は売るか捨てるかした方がいい。新しいマテリアが手に入れられなくなるからな。正統を使うと便利だぞ。はい、この中の正統を選べば種類ごとに並ぶ。
すべて外すで装着してるマテリアを全部外せる。捨てるでいらないマテリアを星に返す。捨てるって言い方じゃないのがいいね。星に返すってかっこいい。おっと心配するな。むざむざ捨てはしない。そしてとっておきのメニューがこれだ。パーティー内はおろかパーティーにいない味方のマテリアも自由自在に変換できる。ほう。マテリアの使い方も慣れたらぜひ使ってみてくれ。マテリアの成長についてだが、成長する割合ははめられた武器防具による。ほう。相性というのがあるのかな。2倍に成長するものもあれば全く成長しないものもある。装備の時には気をつけるんだ。それからマスターレベルになったものはそれ以上成長しないし増えもしない。マテリアの効果はほとんどの場合武器防具どちらにつけても変わらないが、聞いた話では属性と追加効果は武器と防具どちらにつけたかで効果が違うらしい。これちょ頭使うな。なんでもこの世には途方もないマテリアもあるとか、どの武器防具を使うか、どのマテリアを組にするか、自分が最強と思う組み合わせを考えてくれ。俺が教えてやるのはこんなところだ。おお、いやーこれ聞いてよかったの。長かったけどありがとうございます。じゃあせっかくね全体化のマテリアゲットしたからつけてみよう。じゃあクラウドさんが言ってた全体化とあとイカズチか、これやってみようか。あでも回復もいいよな。霊気、あ霊気もいけんのか。こっちにもはめられる。イカズチと霊気これでいいか。何つけてるっけ。回復か。バレちゃんはバレちゃん何もつけてないのか。なんかマテリアいろいろ見つけたいですね。よしオッケー。待ってお金はあるかな。ギル1814か。なんか前回っていうかこの中断する前に防具を買った覚えがあるんですけれど、おっと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 ちょっともう一回マネとどんな目に遭うか想像してみりゃわかるよな。ほえうん買ってるからいいね。これ手榴弾って買っといた方がいいかな。あのリュックとかねめっちゃ使いましたよね FF10。 ちょっと5個ぐらい買っとこうか。もしかしたら誰かが使うのかもしれんね。こんなもんか。そろそろここ出ますか。入れんじゃん。ちょっとお家の中はちゃんと調べてこう。もうこの店もダメかな。こんなスラムじゃまともな薬は売れんな。おこりゃこりゃこりゃ珍しい。あんたまさか客かね。売りますよ買いますよ。あポーションを買える。あ買えますね。ペニオが2個毒消し。あマテリア買えるんかいって普通に買えるんかいってじゃあ炎のマテリア買っとくか。へえ、ポーションは11個か。いや回復大事だからな。あお金なくなったかもまあいいか。もう一回マテリア誰にはめるのが正解なの。まあ適当にはめとくか。よし育てましょう。頑張ってね。そうなところ。こういう探索も楽しいよな。てかなんかクラウドのキャラがめっちゃいいわ好きなんかただのクールキャラじゃないってところがいい。セーブしてこう。セーブセーブセーブってさこのなんか2段階セーブ、あそっかセーブファイルをチェックしてでここでセーブだよね。え
できてるよね、セーブ。オッケー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 。よし。じゃあこっち行きまーす。僕もう耐えられない。いいわ、私もよ。初めてだね、剣型の。あ、進展した？それじゃ、あ、寝てる。お前ら眠かったんかいって。あ、行ってもよろしいか。進みますか。なんか探索盛りがあったら怖いんだけど。一夜明けて前川津ですね。怪我しないよう気をつけて行ってらっしゃい。はーい。おう、こいつは貸し切り列車じゃねえぞ。チレチレ。また危ない人たちと一緒か。私もつくづく運がないな。怖がってる。ん？ん？おい、ずいぶんすいてやがるな。どうなってる？ひっ、君たちみたいなのがいるからすすいてるんじゃないか。もうすぐに手出す。ニュースぐらい見てよ。だろ、アバランチの爆弾テロ予告があったんだ。こんな日にミトガルに出かけるのは仕事熱心な私たちサラリーマン神羅ぐらいさ。貴様は神羅のもんか。あ、私は暴力に屈しないぞ、バレット。あー、ナイスティファ。どうするんだ。け、落ち着いた野郎だぜ。こっちのペースが狂っちまう。列車の接続が済んだみたい。出発するわ。今回の作戦について聞かせてくれ。あれ、5番も航路だっけ。次、仕事熱心だな。くらないよ。仕方ねえ、説明してやる。ジェシーから聞いただろうが、上のプレートとの境界には検問がある。列車ごと ID スキャンするシステムだ。シーナ自慢のね。今までの偽 ID はもう使えねえ。お、4番街ステーション到着予定時刻はミッドガルジ11時45分。 ID 検知エリアまであと3分。おい、やばいじゃん。カップ麺できちゃう。あと3分経ったら、マジか。いいな。クラウド、こっち路線図モニターでも見てよ。はい。オレンジ着て挨拶するのあんただけ。感心感心。かわいそうに。このサラリーマン。あら、もう何度も見たって顔してるのね。まあいいわ、もっとそばに来て。うん、おかしいわね。 ID 検知エリアはもっと先なのに。非常警戒態勢を発動。列車内に未確認の ID を検知。各車両緊急チェックにある。あー、抜き打ち来たか。どういうこと。まずいことになっちゃったわ。説明あと。早くこっちの車両に。自粛じりやがったな。車両1に未確認 ID 検知。ドアロック準備。行くぜ。まだまだすんな。はい、扉ロックされるっす。はーい。警戒レベル3。これ時間切れになったらどうなるんだろう。よし、抜けたか。まだよ。すぐ次の検知が始まるわ。バレたらアウトよ。でも心配しないで、前の車両に順々に移っていけばやり過ごせるわ。はい。なんかマテリアとか落ちてそうなんだけど、ここ。どっちはい、警戒レベル4。とりあえず進むわ。警戒レベルマックスに行こう。うまくいったな。やばいやばいやばい。ここからダイブだ。え、ちょっと待って。え、動けるんかい。
どうすれば怖いね。今更なんだよ。大体どうしてきたんだ。だって落合さん時間がないぞ。あ、バレちゃん、よく見てて、私飛ぶから先に行くが構わない。リーダーは最後まで残るもんだ。いいから早く行け。気がすんなよ。作戦はここからが本番だぞ。うん、怖っ。ここまでは予定通りだ。まあでもチェックが早かったっていうのちょっと気になるよな。 ID チェック。5番マコールにたどり着くまでは油断は禁物だぜ。ビックス、ウェッジ、ジェシーが先行している手はずになってる。行くぞお前ら。はい、5番マコールはこのトンネルの奥だ。はーい、こっちに行くと、ちょっとなんか手前部分とかちょっと見たくなりますよね。あれ、おお、出るんかい。多いな、4体。糸って何？怖い怖い怖い。除大丈夫かな。よしよしよし。ティファは武闘家ポジでいいのかな。いやでもなんかバレちゃんよりは攻撃力低いからな。ちょっと次魔法使ってみるか。よいしょ、魔法使ってみよう。はい、いや、あ、魔法の方が通るな。まあでも MP 使うからどうなんだろうって感じやけど。よし、なんかアイテムとか落ちてないのかな、この辺。あ、画面が暗くってね、ちょっと宝箱の見逃しとかもあると思うんですが。おおあ、糸使いか。あ、違うやつだ。何こいつ。よいしょ。あ、でもちょっとエーテル全然ないから通常攻撃で行くか。ポケットランチャー。じゃあ女の子狙うのやめてください。ちょっとよいしょ。ちょっと効率の方がいいのかな。もう HP 一番低いからな。効率下げて魔法とか回復やってもらうのもありかもしれんな。いやなんか見た目的にはめっちゃ前衛キャラっぽいけどな。あれ、なんかあれ、一番後ろまで行くとなんかちょっとこっち側行ってみてもいいですか。なんか同じところのあのループなのかなって思ったらそうじゃないのかな。最奥部みたいなのがあるんでしょうかね。できた。神羅の警備兵がいる。戻るしかないか。あ、そうなるのね。なるほどなるほど。じゃあちょっと戻ります。この光の帯は神羅の警報センサー。これ以上奥には進めないな。ここまで来て警報センサー世話になるなんてのは素人だけだ。カーセ町穴だな。ここからプレートの下に潜れってのかたまんねえぜ。どうするクラウドさんよ。え、中をよく見てみる。まずは観察が大事ですね。ダクトの中に足がかりになりそうなものはないよね。あ、このダクト降りたらここには戻ってこれないぞ。のんびりしてる暇はないぜ。いつ神羅のやつらにお前たちの行動がバレないとも限らない。じゃあ降りましょう。でもやっとしねえな。降りますよ。あ、エーテル。や
やったぜ。セーブポイント見つけてやめたいんだけどな。よちよち。何もない？あ、で、ここを降りて。わ、めっちゃ敵出てきそう。宝箱はねえか。おお。よいしょ。お、リミットブレイク来たな。使ってみますか。てか、行くぞ。あ、なにこれ。ちょっと。ショーダラッシュ。お、爆裂剣ですか。でもあんま強くない。よいしょ。結構こいつ硬いんだけど。泡地獄。え、魔法使った方が良かったかな。あー鬼目してる。クラウドさん。起きて起きて。あ、よしよし、起きた起きた起きた。ダウンダウン。わ、結構 HP 高いんだけど。あ、また眠らされる。クラウドさん、すいやーって。あー、すいやーしちゃった。はい、よし。なんか MP 節約したいからな。なんか、お、ポーション来た。道中だとあまり魔法使いたくないっていうね。あ、こんにちは、どなたでしょうか。あ、クラウドさん、こっちっす。5番マコーラ、このはしごの先っす。あ、なるほど、ありがとう。じゃあ、ここは？よじ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 。セーブポイント見つけて終わりにしたいな。なんかあるかな。クラウドの尻。列車の ID スキャンのミス、私のせいなの。クラウドの ID カード、私は特別制にしたから、あんなことに心を込めたつもりだったんだけど、ね、失敗しちゃった。な、なんだと。あ、ポーション、かわいいじゃねえか。あ、ここ下に降りれる。あ、で、ここにつながるわけ。はあ。わ、1000ポイントないな。終わりにしますか、今回。よいしょ。まあ、ちょっと探索したら気持ち悪いけど、ナイス。おー、いいね、クリティカル。クラウドやっぱモテるんやなって思うよね。まあ、かっこいいもんね。私も乗れるわ。かっこいい。え、何もないのか。あれ、でもこのはしごの先って言ってたよね。このはしごの先っす。ん？あれ、ジェシーがいなくなってる。あ、こっちか。こっちで。うわー、5匹。これはちょっと魔法で一掃するか。なんだ、よいしょ。で、なんか FF の敵ってさ、なんかドラクエと違ってなんか妙にリアルな感じあるから、敵によっちゃめっちゃ気持ち悪いよね。お金増えたなり。さて、あ、セーブポイントある。見えた。よし、俺たちはここで引き上げる。アジトで落ち合おうぜ。クラウド、5番マコールの爆破よろしく頼むぜ。はーい。お、テント来た。
これ使っとくべきか。いや、まだいいよな。まだその時じゃないような気がする。ということで、じゃあ今回はね、ここで終わりにしておこうと思います。はい。じゃあ引き続き5番マコール目指してやっていきましょう。いやー、ティファかわいいわ。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。